クリスチャン・クランプは、フランスの数学者。主に会場の研究を行った。アナライズ・デリフラクションス・アストラーノミックス・トレストレイズ、1799父は、ストラスブールのグラマースクールの教師であった。医学を学び卒業したが、興味は、医学以外の分野にも及んでいた。多くの医学分野の出版物や論文に加え、1793年に、 結晶学に関する研究を発表している。1795年、フランスはクランプが仕事を行っていたラインラント地域を併合したため彼はケルンの教師となり、数学、科学、物理学を教えた。ドイツ語もフランス語も読み書きができた。1809年に生誕地にあるストラスブール大学から数学教授に任命された。1817年に、 フランス科学アカデミーの機械部門に選出されている。ベッセル、ルジャンドル、ガウスと同様にクランプも非正数に適用できる一般化会場関数の研究を行った。会場に関するクランプの業績はジェームズ・スターリングやバンデルモンドのものとは無関係である。N という表記を初めて用いた。実際、会場のより一般的な概念はアーベガストにより、 同時期に発見された。英訳 ,I use the very simple notation n2 designate the product of numbers decreasing from n2 unity ien321 the constant use in combinatorial analysis in most of my p r a p h s that I make of this idea has made this notation necessary. I have given it the name faculty.A.Vegas to has substituted the name factorial.Which is clearer and more French in adapting his idea.Congratulate myself on p a y i n g o m a g e to the memory of my friend. 和訳。私は N から1まで減少していく。数の積 N3 に1を示すのに非常に単純な表記 N を用いる。組み合わせ解析において 私の証明するほとんどのものに耐えずこの考えを使っているので、この記法が必要になったのだ。私はそれをファカルティと名付けたが、アーベガストはより明確で、よりフランス語っぽいファクトリアルという名前に置き換えた。私は新しい名前の長所を認識した。彼の考えを採用することで、この友人を忍び敬意を表せることを幸せに思う。クリスチャン・クランプ。 エレメンツ D アリスメティックニバーセル前書き V 6ページ及び XC 12ページ1808スケーリング複素誤差関数であるクランプ関数は今日ではファディバ関数としてよく知られているありがとうございます